キャスティングから岡田頑張った左田中鹿島から今シーズン加入しました地元群馬出身の選手。さあ岡田前が開けてコントロールシュートが決まった。先制群馬1対0。岡田のコントロールシュートが決まりました。今シーズン2ゴール目。パスカットから田中俊也、そして岡田につないで相手のキーパーの位置よく見ていました。クロスバーには当たりましたけれども、その帰りのボールがゴールの中に吸い込まれました。